皆さんこんにちは。暑くなってきましたね。今日はですね、6月の6日オーメンの誕生日みたいな感じですね。ダミアンっていうのかな。今日はですね、雨がね、しと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 ずっと朝から降ってましてね、久しぶりに東京に戻って、今日はこれを事務所でね、撮っています。今回はセントラルキッチンについて少し話をさせていただきたいと思っています。で、僕はこの次の段階、標準化ができた段階で次に考えなければいけないのは工程分割ということだと思うんです。工程分割、要するにどっからどこまでは当社はお店でやります、どっからどこまでは外部でやります。この工程分割をすることが次の多店化に向けたすごく大きな経営の作業だと思います。さあ、これが例えば決まったとしましょう。決まったとしたら、じゃあこれをどこで作りますか、どういう作り方をしますか、そしてどういう運び方をしますか、こういうことを決めていくことじゃないかなと私は思っています。この中でですね、特に一番こう考えなきゃいけないキーポイントなんですけれども、僕はですね、基本的に将来多店舗化をしようと思った時に、お店の作業は作業の種類ですよ、とにかく少なくすること、これが大前提だと思います。もちろんこれはね、メニュー商品企画によって決まっちゃうんですけれども、とにかくお店における作業の種類、そして作業の量をとにかく少なくすることだと僕は思っています。ただし最終調理は当然のことながら飲食店である以上お店でやるっていうのが僕はとても大事なことだと思うんです。じゃあこのお店でやらないと決めること、これはどこでどうやって作りますか、この決め方が非常に難易度が高いと思っています。例えばですね、冷凍に向くんですか、あるいはチルドでなければダメですか、あるいは賞味期限はどれぐらい持ちますか、こういったことを全部決めた上でどこで作るかっていうのは決まってくるんですね。僕はですね、基本的にカミサリという考え方を持つことが特にこれからの飲食店にとってはとても大事じゃないかなと思います。カミサリって皆さんなかなか聞かないことだと思うんですけれども、セントラルキッチンなのかカミサリなのか外注なのか、この3つが大きく選択肢の中に入ってくるわけですね。そうすると外注するってことはですね、大きく分けると2つあります。1つは我が社のスペック、我が社のレシピで作ってください。まあプライベートブランドというやつですね。でも TB っていうのはですね、なかなかロットがないとなかなかやれません。そしてなおかつ価格が上がってしまいますね、ロットがない時にやってしまうと。ですから大切なことは何かというと、外注する時には NB にするのか PB にするのか、まあ、NB はナショナルブランドですから、それこそ差別化がなくなりますね。よそ様もそれ出しますから。そして我が社でやる味、これにするんであれば、品質にするんであれば PB という道があります。ただ PB という単位にしても外注にするにはとても大きなですね、ロットが必要になってきます。そして大きなロットが必要になって、自分たちの店とは違うロットになりますから、じゃあ保管方法は冷凍にしなければいけないとか、そういうことが今度は生まれてきます。そして一方で、じゃあ自社で作ろうとなった時にはどういうことが考えられるかっていうことなんですね。で、僕はセントラルキッチンとカミサリーの一番の違いは何か、これをね、明確に整理をして決めなければいけないと思うんです。僕はカミサリーというのはお店の作業を持ってくる、取ってあげる場所、これがカミサリーだと思ってます。ですから僕は基本的にカミサリー派なんですね。セントラルキッチンというのは何かというと、セントラルキッチンは大量生産することによって食材コストを抑えていく、例えば食品メーカー的な要素がセントラルキッチンです。一方でカミサリーはお店のキッチンのバックヤードになるようなものがカミサリーだと僕は思ってるんです。ですから当然のことながら、お店で仕込みをしているような工程で、そして量で、
作っていき運ぶことができるのが神様。そして一方ではセントラルキッチンは何かというと、セントラルキッチンはある一つの機械を入れて大量に物を作ることによって価格を落としていく、生産性を落としていく、こういう生産性を上げていく、要するに価格を落とすということですね、原料価格を落としていく、こういう役割がセントラルキッチンだと思うんです。ただセントラルキッチンというのはですね、外注と非常に等しいものがあるんです、考え方の中では。ですから僕は、そういう意味ではセントラルキッチンを小さな段階で作るということは難易度が非常に高いし、コストもかかってしまう。そしてなおかつ外部のメーカーとの競争になかなか勝てません。これはやはり、装置産業に近いものになってきますから、外部のメーカーは相当な今力を持っています。私が一番おすすめするのは神サインです。わかりやすく言えばですね、お店で使ってる鍋、釜、それから包丁とまな板、この延長線で考えればいいと思うんですね。この延長線、すなわちお店でネギカットしてました、で、あるいはソースのスタンバイをしてました、手鍋で。これが例えば10店舗分作ります、10店でバラバラにやるんだったら1箇所でそれをやった方がいいんじゃないでしょうか。理由は2つあります。1つは味の均一というのがあります。そしてもう1つは今度はコスト削減にもつながります。なぜならば10箇所で作るのと1箇所で作るのでは当然のことながら生産性が違います。また習熟度の上がり方が違います。そして工程分割ができるようになりますから、お店で必要な道具も変わってきます。このように多くのことがですね、このカミサリーにはメリットとして享受できるものがたくさんたくさんあるんです。そして会社の中で必要な技術はこのカミサリーに残っているわけです。このカミサリーというのは分かりやすく言えばですね、コストセンターでいいと思っています。逆に言うとカミサリーで儲けようと思うと、収益を出そうと思うと、今度何が起こるか、大体ですね、外食産業の中にはですね、インテリアクザと言われる人たちがいるんですよ、ね、あの皆さんの会社にもきっといますよ。インテリアクザというのはですね、1点だけの1つの点だけで安いか高いかを判断する人なんですね。そして特にこれが商品系に多いんです。そうするとこの商品のメンバーは何で判断するかっていうと、外注の方が安いです。で、自社のカミサリーでは高くなっちゃいます、こういうこと言うんですよ。だから比較をする段階でカミサリーでやらないで、カミサリーがあるにもかかわらず外注したり、あるいはカミサリーがあるにもかかわらず店舗でスタンバイさせたり、そうすると本末転倒になるわけですね。だから僕はトータルコストという考え方をぜひ社長や経営陣の皆さんには持っていただいて、カミサリーはコストセンターとして活用していく。で、言ってみればどう考えたってですね、今までやっていた作業をここに集約するわけですから、ね、集約した方が当然生産性高いんですよ。当然高いんです。一部のものは単純な機械化もできます。そしてそこは工程順に道具も並びますから、工場のラインのように動いてくるんですね。こういうようなメリットが神様にはたくさん出てきます。僕はですね、3点までで標準化、そしてその後11点以上の計画があるんであればですよ、2桁に乗っかるまでに自社の工場、それもセントラルキッチンというイメージの工場ではなく、カミサリーというイメージ、要するにお店の作業を持ってくるよ、集約するよ、そしてお店の作業の種類と量を少なくしてあげるよ、そういうセンターを作ることが私はおすすめをしていきたいと思っているんですね。なぜならばこれは大きな差別化ができます。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは飲食店の楽しさを届けるために、全国の飲食店経営者の対談動画、一押し看板グルメ、飲食店の集客に役立つ情報を中心に届けております。ぜひチャンネル登録もお願いします。